毎日毎日いろんなところでスピーチをされています。ごめんなさい、埼玉から来てくださいました。お願いいたします。こんばんは、谷村と申します。今日少し仕事に出る前、少し遅い時間まで朝のテレビを見ることができたんですが、画期的なことがあったんですね、聞いてて。それは皇室をさておいて、外国のアメリカのトランプ大統領の行動に敬語を使ったんです。まあ、もちろん、朝の番組でちゃんとしたニュースではありませんので、キャスターはちゃんといましたけれども、そんなにちゃんとしたニュースということでは誤解のないために言うんですよ。ただすごく物腰が柔らかくて敬っているような、そういうような印象を非常に与えて、でなんか2番目に安倍総理が57億円を拠出したという、ことも、そんなに多くの額出して本当にいいのとかいう、議論がいろいろあるかと思うんですが、それに対しても、これはもう他の国も出しているんだなとか、なんかやたらかばうんです。弁解に徹するというか、それからあとは最後にそのイバンカ氏が来日したというのは、こういうことは中国や韓国は回るけれども、そういうことはないんだ、特別なんだと、で取り入るチャンスだみたいな、そういうようなことを言ってて、話にならないなって思って、悔しくないのかな。で、取り入る、もちろん仲良くするのはいいと思うんですけども、取り入るっていうのはちょっとこれはもし悪いこととか間違ったことをしそうになったら、やはりこれ外交ですし、これ諌めなければいけないと思うんですけども、そういう、なんか考え方じゃないよう な, なんか取り入るなような、そういうような言い方をして、でそれだけ中国や韓国よりも取り入れてるから、取り入っているからなんかお得だとか、いい思いをできるとか、なんか恥ずかしくないのかなって、なんか見てて聞いててすごく気持ち悪くなりました。で、それだけじゃないんですけども、どうも私11月3日も国会 の, 前のところに来て来たんですけども、4万人集まったそうです。ですね、憲法変えちゃまずいんじゃないっていう声はすごく大きいと思うんですけども、なんかそれと確か NHK ですか、なんか20人ばかり の, 会見に賛成するよう な, なんか集会、本当に4万人と20人ですからね、だったの。それを同列に論じる時間を同じにすれば同列にいくらでもしてしまえるというのは、これテレビの魔法なんですけども、なんかどうなのかなっていうふうに非常に思うところがあって、他にも少しもう何ヶ月か前になりますけども、ただ忘れてはいけないと思うんですが、共謀罪 の, 夜明け の, 夜を徹して最後の、参議院のところで強行採決のところで、そういう国会が夜通し行われているということだけでも異常な事態だったにもかかわらず、メディアは全然報道しなかった。で当たり前のように何もなかったかのように朝の番組が始まるというのはすごく気持ち悪かった。だからテレビがすごくおかしくなってるんじゃないか。あとこのところ のトランプ大統領の来日で、そのもてあし方がどうもなんか大きな力がなんかとてつもなく大きな力がかかって、ですごくトランプ大統領に対してフレンドリーなイメージを演出しているような、そういった非常に気持ち悪さを感じるのを禁じずを得ない、禁じるの非常に、そういうような感じがしますね。ですのでテレビをちょっと一回切って、もうデタラメすぎて話にならないっていう気持ち悪いぐらいのところがありますので、もうテレビを一回切って、で自分の頭で考えるためには活字になっているものを、もちろんいろいろな情報を、公平に扱っているようなところを注意深く探して、それもだんだん大変になってきているのかもしれないですけども、頭を使って、きちんと情報を考えて収集する、あるいは私たちの手でテレビに変わるようなメディアというのを、作り上げないともうダメなんじゃないかなって、そういうところまで来ているような非常な危機感を覚えます。情報戦が始まってるんだなっていう、で何もわからないで
で今行われていることが果たしていいことなのかどうかということを何もテレビの情報だけを鵜呑みにして考えて本当にいいのかなと非常に危機感を持ちますので、あるいはそういう当てにならないテレビを、まあ、抜きにして、独自のメディアを立ち上げる、まあ、そんなお金ないんですけどね、まあ、もしそういう試みがあったら一緒にどなたかとやりたいってそれぐらいの気持ちでいます。まあ、そういうことも含めまして頑張っていきたいと思います。このままだとすごくまずいということがもうひしひしと感じられますので、情報戦がもう始まってるんだなと、で正しいことをもっと率先して知りに行かなければならない、そういった時になってるんだなという、ことを感じて頑張らなきゃと思って、この話を終わらせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて